はい、整体師養成塾の平野です。まあ初心者の方もね、習いに来てくださってるんですけども、本当にね、一度学んでいただきたいのは、今現在ね、整体師をやっておられる方、まあ10年20年ねやっておられる方でもですね、このことに気づいているかいないか、ここをねお伝えしたいなというふうに思っております。昔の整体法とちょっとね方向が違ってきた、そんな時代の整体法をぜひね学び直してみてください。よろしくお願いいたします。